はい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 。立岡さんが引退するというふうなことになりまして、まあ非常に残念というか、まあ僕が一緒にジャイアンツにいた時ね、本当によくしてもらった先輩なんで、本当に、まあお疲れ様でしたというふうにお伝えしたいなというふうに思いますし、これからね、巨人の外野陣というのがですね、非常に変わってくるんじゃないかなっていうところも合わせて思っておりますので、まあ今日はそれについてお話ししていきたいなというふうに思っております。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、立岡さんがまあ現役を引退されたということで、少し、まあ立岡さんのことをね、お話ししながらも、まあ合わせてジャイアンツの巨人のですね、まあ外野陣がね、今後どうなっていくのかとかね、まあ今後どういう補強していくのかみたいなところも含めてちょっとお話していきたいなというふうに思っております。はい。まあね、立岡選手、まあ非常に、ユーティリティの、ユーティリティ性のね、高い、プレイヤーで、あったと思いますと。はい。まあ僕も一緒にやっておりまして、まあ非常にね、僕がなんか言うのもあれなんですけども、なんて言うんだろう、頭が切れるというかですね、野球の方が非常に高い選手でありまして、まあ、安倍監督からですね、まあ二軍監督時代の時からですね、非常にこう、まあ、重宝されているというか、まあ、非常に、安倍監督は、その立岡選手を非常に評価してたっていうのはね、もうその当時から ありました。はい。で、まあね、もともとソフトバンクから来られまして、トレードでね、2012年に来られましたと。で、まあ、2015年にはですね、91試合かな、出場しまして、打率が3割以上を打った年もあったというところで、非常にこう、まあ、足も速くて、守備も上手くて、で、打撃もね、ホームランがいっぱい打てるわけではないんですけども、非常にもうコンタクト率が高いというところで、非常にこう三拍子揃ったようなね、選手として、非常にジャイアンツを長年、支えてくださったというふうに僕は思ってます。はい。でですね、2022年ですね、左膝の前十字靭帯、損傷というところでね、確か西武との試合でしたかね、交流戦かなんかだったと思うんですけど、前十字を損傷してしまって、まあ、前十字靭帯とか、まあ、トミー・ジョン手術とか、まあ、アキレス腱断裂とか、まあ、そういった類の怪我はですね、非常にもう復帰をするまでですね、まあ、時間がかかると。で、時間がかかる上にですね、非常にこう、体に馴染んだりとか、その、前みたいにプレイ、完璧にできるかって言われたら、やっぱそうではないんですね。まあ、一概に全員が全員っていうわけではないですけども、やはり、こう、雨の日に、こう、箇所が傷んだりとかね、ちょっとやっぱりこう、アップが足りてなかったりしたら、ちょっとこう、なんか、重たい感じとか、ちょっとこう、違和感がある感じとかが、っていうのが、やはりこう、終わってから2年、3年経ってもあるっていう風にね、まあその、僕は経験はないんですけども、その故障した選手にね、聞いた時に、あるっていう風にね、トミー・ジョンであったりとか、まあ膝のこともそうですし、やっぱあるみたいなんですね。で、その中で、昨年ですね、2023年7月に実戦復帰しましたと。うん。素晴らしいですよね。で、そして、今年ね、今季、試合下に復帰してというところで、まあ今年のジャイアンツというのはですね、やはりこう、まあヘルナンデスが入ってくるまでなんかは、どうすんのと、センター誰守んのみたいなところ、非常に議論というかね、ありましたよね。で、そこにこう、立岡さんがこう、スポット入ってくれたというかね、まあ非常にこう、一軍に上がってきてからバカ打ちしてくれてたと、っていうところで、非常にこう、足りないピースを埋めてくれたっていう感じはね、すごく今年、してましたよね。で、その中でヘルナンデスを獲得したりとか、まあ、その後にモンテンスを獲得したりとか、まあ、いろいろありましたけども、まあ、やはり、立岡さんが、いたからこそ、今年ね、ね、優勝できたっていうのもあると思いますから、非常にね、いい選手だったな、というふうに思いますと。
で、まあ、今年の成績なんかを見てても、まあ、48試合。で、打率が2割1分4厘。まあ、ちょっとね、初め打ってたんですけど、ちょっと最後の方落ちてしまったんですけども、まあ、0ホームラン、8打点、3盗塁、OPS520 というふうになってます。で、まあ、2軍でも落ちてからですね、非常にまあ、2割9分ぐらい、打ってましたから、非常にこう、状態はね、いい形でキープできてたんじゃないかなと思いますし、CS の時もね、ベンチに入ったりとか、そういった、こともありましたから、非常に、まあ、特にですね、その、守備固めからもいけるし、足からもいけるっていうところで、まあ、まあ、スタメンで出る機会はめちゃくちゃ多いかって言われたらそうではないんですけども、非常にこう、裏方じゃないけども、ね、非常にこう、バックアップとして、非常に優秀な選手だったんじゃないかなと思います。で、まあ、立岡さんがですね、まあ、報道によるとですね、その、コーチのポストもなんか用意してるみたいな感じで、巨人のね、その記事が出てたんですけども、巨人というか別に巨人に関わらず、まあ、他の球団でもそうだと思うんですけども、やはり球団に残るっていうのはですね、非常にこう、まあ、選手としても、非常に評価してもらってる証だと思いますし、まあ、それ以上にですね、結構こう人間性とか、まあ、その人、隣というかね、人柄みたいなところも結構多いんじゃないかなって、大きいんじゃないかなというふうに思ってまして、まあ僕自身も、その、残ってほしいって言われた人間ではあるんですが、まあ僕はね、実績が全くないですし、そのコーチとかっていうものではなくて、まあ裏方さんとしてね、マネージャーでやったりとか、まあブルペンキャッチャーでやったりとか、まあアカデミーの講師みたいなね、感じで残ってほしいって言われたんですけども、やはりコーチとして残られるというか、そうやってポストを開けてもらえるっていうことは、実力もそうですし、人間的にも、すごく評価してもらってるからこそ、そういうポストを、いただけるんだと思いますし、実際、立岡さんと一緒にプレーをしておりまして、非常にその、めちゃくちゃこう、なんていうね、陽気な方というかね、めちゃくちゃこう話したりとかっていうタイプの人ではないんですけども、非常にこう、後輩が悩んだ時とか、後輩がね、こう何かこう質問した時には必ずこう、丁寧にね、答えてくださいましたし、この、そうですよね、まあ、ファームにいる時がね、僕もまあ一軍の選手ではなかったので、ファームに行った時に、やはり立岡さんクラスの選手だったら、まあ一軍にいなければいけないというか、やはり、こう、二軍にいるのが悔しくてっていうところはあるとは思うんですけども、そういったところを見せずにですね、自分がやれることを淡々とやってらっしゃったなっていう印象があるので、そういった意味でも、まあそういう人間的なところっていうところも含めて、まあそのいろいろ苦労されてるっていうのもありますし、これからね、ジャイアンツの選手にそういったことも、経験も、こう、伝えていけるっていうところも評価しての、まあコーチ、のポストを開けてたっていうところだと思うので、まあ、非常にこれからもね、ジャイアンツに携わっていかれて、素晴らしい外野手をね、育成、していけるんじゃないかなっていうふうに思うので、今後のね、立岡さんの期待も、活躍もね、期待したいなというふうに思っております。で、その中で、まあ、その外野手っていうところね、うん、ジャイアンツの外野手でどうなっていくのっていうところを、最後に見ていきたいと思うんですけども、もともとジャイアンツって、試合以下のね、外野手12人いたんですよ。12人。うん。12人いたんですよ。ちょっと多いんですね。これね、実は。で、2人減ったんですね。今回の立岡さんの引退もそうですし、梶谷選手もね、引退したじゃないですか。まあ、ベテランの2人が引退したっていうことがあって、12人から、まあ、2引いて10人になったんですね。で、今期、ドラフトありましたけども、ドラフトで外野手は取ってないんですね、実は。うん、っていうところで、いろいろ考えられることはあるんじゃないかなっていうふうに思ってますと。で、まあそれ見ていく前に、今現状誰が残ってるのかというところを見ていきたいと思います。今まあ、上から順というかね、年齢の上から順で言うと、まあ、長野さん。丸さん、重信選手、ヘルナンデス選手、オコエ選手、若林選手、佐々木選手、岡田選手、萩尾選手、浅野選手。まあ、この10人なんですけど、僕が見て思うのは、
左バッターが少ないんですね。どう考えても。うん、左バッターが、まあ、丸選手、重信選手、佐々木選手、岡田選手っていう、この、まあ、4人しかいない。まあ、少ないかって言われたら、まあ、10人中4人なんで、まあ、4割やから、まあ、そこまで少ない感はないんですけども、結構年齢が離れてるというかね、うん。まあ、右バッターに関したら、20代後半とか、結構こう、なんて言うんだろう。まあ、期待されてるような、人がね、結構多いんですけども、左に関して言えば、まあ、丸さん、重信さんも結構高齢というかね、30代以上ですし、20代だけ見ると、佐々木選手と岡田選手、この二人しか左がいないんですね。うん。で、今回、まあ、立岡さんが、引退されたというところで、ちょっとその、外野の、まあ、守備、が上手い選手であったりとか、まあ、足からいけるみたいな選手が、ほとんど、いなくなっているというか、まあ、重信さんの足とかね、から入れると思うんですけど、守備とかでも入れると思うんですけども、それ以外で言うと、あんまりこう、出てこないんですね、今現状。まあ、立岡さんがいたんで、そういう役割を担ってたっていうところがあるんですけど、立岡さんが引退されたんで、そういう選手が、外野手の中から消えたっていうか、いなくなったんじゃないかなって僕思ってるんですね。で、その中で、まあ、左の有望株が少ないっていう問題と、まあ、足のスペシャリストとか、まあ、足からもいけるし、守備からもいけるっていう、まあ、そういう選手がいないっていう、この二つの問題があるんじゃないかなと思ってて、まあ、ここ先ほど上げませんでしたけども、まあ、秋広選手なんかも、まあ、外野、レフトを守ったりとかしますけども、まあ、秋広選手を入れたとしても、まあ、非常にこう、左の外野っていうところは薄いんじゃないかなっていうふうに今、現状僕は感じてるんですね。で、その中で、ちょっと前の動画、でも言ったかもしれないですけども、まあ、やはり中山選手というところを外野に持ってくる。これは結構現実的というかね、うん、非常に可能性としては高いんじゃないかなって僕思ってますと。で、やはりその CS でのね、ホームランとか、まあいろいろね、活躍、打撃の面で言ったらね、活躍とかありましたし、実際そのドラフトで3名もね、内野手を補強してる。まあなんか二遊間を厚くしたかったみたいなコメントもありましたけど、やはりそういったところも含めて、まあその、まあ中山選手が内野手で、レギュラーを取る可能性がゼロかって言われたらそうではないんですけども、でもやはり、補強してるっていうところも ありますし、で、現状、まあ、セカンド吉川選手でも、まあ、不動だと思いますし、で、ショートも、まあ、門脇選手が、まあ、ある程度ね、やっぱりこう、存在感を表してるっていうところがありますから、そういったところも含めて、まあ、おそらく内野で行くんだったらサードだろうなっていうふうなところはあるんですが、まあ、そこにも坂本選手がね、うん。まあもしかしたら、岡本選手も来年守る可能性だってあるし、で、ティマ選手なんかもね、いたりとか、まあ、いろいろこう、内野でも中山選手の打撃を使いたいんだけど、うん、いい打撃をするんだよね。使いたいんだけど、実際その勝ち合うというか、いろんな選手がいるんで、ポジションの兼ね合いでなかなか出してあげれないというか、うん、出したいんだけど出せないみたいなところがジレンマとしてあるんじゃないかなと思うんで、まあそういったところで、まあその先ほど言ったような左がちょっと薄いっていうところも含めてね、まあ完全コンバートっていう形では、うん、しないとは思うんですけども。まあ、半々じゃないけども、まあ、中山選手もまあ、内野手をしっかりやってきてる選手ですから、まあ、外野の、まあ、練習ね、しっかりしないとは いけないとは思いますけども、まあ、センスはあると思いますからね、そこを、まあ、今年ね、秋の練習ではたくさんノックを受けたいみたいなコメントも中山選手出されてましたけども、まあ、その内野のノックももちろんですけども、外野のノックというところもね、ノックというかこう、練習というところも、やっていくべきなんじゃないかなというかね。うん。まあ多分主導陣はそういうことを考えてるんじゃないかなとは思いますと。はい。で、先ほど二つ目の課題っていうふうに言いましたけども、足のスペシャリストとかね、そういう、守備固めから行くとかいう選手が、少なくなったんじゃないか。立岡さんの引退によってねっていうところをお話ししてきましたけども、まあ二軍に船越選手というね、まあ非常に、今、ジャイアンツで言ったら、まあ足というところで言ったらかね、もうトップクラスだと思うんです。増田大輝選手と、まあそんなに遜色ないというかね、スピードだけで言ったらもしかしたら若さもあるので、まあ船越選手の方が早いんじゃないかっていうところもあるんで、2軍でね、しっかり決めてますから、うん、っていうのもありますから、その選手
まあ、支配下に上げるっていうオプションというか、そういうこともあるんじゃないかなと思っています。まあ、その船越選手に関しては、まあ、打撃がねちょっと課題なんでね、うん、まあちょっとどうなのっていうところはあるかもしれないですけども、まあそのただあのスピードと、まあ守備もね、そのスピードを生かした守備っていうのはね、持ち味だと思うので。そこはね、まあ、バッティングは、まあ、目をつぶってじゃないけども、まあ、それはね、練習していかなければいけないですけども、どっちかっていうと、まあ、一軍のクラスに、レベルにあるのね、守備と走塁かな、というふうに思うので、そういった意味で、その船越選手の支配下っていうのも、可能性としてね、十分にあるんじゃないかな、って思うんですね。まあ、この二つを、まあ、中山選手の外野のコンバート、完全コンバートじゃないんですけど、まあ、コンバートと、船越選手の、まあ、支配下っていうところで、まあ、少しね、そういう、先ほど言ったような課題っていうのは、まあ、ちょっとこう、克服できるんじゃないかなと思うので、まあ、おそらく、まあ、中山選手の外野のオプションっていうのは、多分ね、首脳陣の方はね、間違いなく考えてると思うので、まあ、そこはね、来季どうなっていくかわからないですけども、実際ね、どうなっていくか、この動向も追っていきたいと思いますし、まあ試合下の枠というところに関して言っても、今61枠なんですね。で、70枠あるうちの61枠なんですよ。9個空いてるんですね。で、その中で菅野投手がメジャー移籍をしたというふうな形になってくると、61枠からまた1枠減って60枠になるんですね。ってことは、10人空いてるわけですよ。10枠空いてるんですね。で、まあそういったところも含めて言うと、多分今年ね、非常にこう、FA の参戦もそうですし、外国人補強も含めて、非常にこう、今回は本気でやっていくぞっていうね、この意思がすごく現れてるなっていうところはね、あるので、まあこの間の、まあ菊池選手とかのね、4選手の自由契約とかありましたけども、まあまたプロテクト外しちゃうかとか、いうふうな感じでね、言われてますけども、まあ、この枠の切り方というかね、枠の開け方も含めて、おそらく今回は、今季の、このオフは、非常にこの補強に力を入れていくんだろうなっていう感じはね、すごく見えるので、まあ、現状ね、まあ、課題は明白というか、まあ、ダーというかね、打撃のところだと思うんで、まあ、この日本シリーズ見ててもですね、まあ、なんか、まあ、ジャイアンツが行った方が面白い試合できたんちゃうかなとかもね、正直思いますし、まあ、そのね、まあ、DeNA に負けたんで、ね、ちょっと負け惜しみに聞こえますけども、はい、まあ、そういったところも含めてね、来季はね、しっかり日本シリーズに行って、まあ、おそらく、ソフトバンクなのか、まあ、どこなのかわからないですけども、まあ、パリーグね、強いので、ね、そこにね、しっかりね、勝っていけるようなね、チーム力をつけていってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあ、バイバイ。